その音は、意識せずとも、入り込む。癒されながら、意識高まる。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。仕事に勉強だけじゃなく、ただ日常生活を送るだけでも、あれこれやるべきことが多いですよね。肉体的な疲れは、免疫力が低下して、風邪や発熱などの体調不良で気づくことができます。ですが、精神的な疲れは気づきにくいんですよね。そして、気づいた時には取り返しがつかない状況だったりすることがあるんですよ。そんなことにならないように、ノイジオというアプリを役立てたいんです。ちょっとした隙間時間だけじゃなく、リラックスするために時間を作って、心を落ち着けられるホワイトノイズを、ほんの少しの間だけでも耳にしてると、知らず知らずのうちに、精神的な高ぶり、そして疲れを癒してくれるんです。朝5分。早起きすんのは難しくても、寝る前の5分、この5分に心を落ち着けられる音を聞きながら、メンタルを安定させましょう。今回の短歌は、画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。また、デジタル教室では、アプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、短歌部でした。